ウェイスコンチョンです。今回はブロスターチャンピオンシップなんですけど、これね、まあ、コルト縛りでいつも通りやっていこうと思うんですけど、ヤピさんからね、ガンクお願いがあるんやけどって、エンジョイ大会一緒に出ないかって誘われまして、ぜひ出たいなと。でこのチャンピオンシップチャレンジ15勝しないとその大会に出られないんで、これ絶対に勝たないといけないんですよね。コルトでやっていきましょう。いやー、いつもとはやっぱ緊張感が違うんですけど、まあ最初の方はね、別にそんなに敵が強くないはずなんで、まあなんですけどね、今回ファングがいるってことで、で、まあこの B に、まあミッド任したら、多分ね、このファングにしばかれてすぐ終わる。ほら、もう怪しいやん。こいつにミッド任したらもう 100% 負けの未来が見えてるんで、最初の方は壁壊しつつ、で、ファングのウルトが来ても大丈夫なように、まあ、見える、リードした。はいはい。まあ、視界をね、広く持とうということで、もうこいつ倒しといて。オッケーオッケーオッケー。で、これは、隠れ身の術と。初心者の敵やったらね、この隠れ身の術が若干効いたりするんですよね。で、まあ、エメが今3つってことなんで、これね、ちょっと、強引に取らないとまずいですね。で、このゴミ箱がどれくらい頑張ってくれるか次第。よしよし。で、これ壁壊しつつ。まあ、こっからですね。こっからだいぶ形ができてきたんで。で、この辺ファングいるんですよね。で、絶対ウルト持ってるから。待って、そっち！おい！急いで助けに来い！アッシュ！アッシュいけるよ！アッシュ！アッシュ！どうして？なぜだ？いや、まだある。まだある、まだある。まだあるよ。やばい、こういう時サジ強いよな。まずいね、まずいね。いやー、非常にまずい。泣きそう。いや、もうエメハンで2敗すんのはさすがに効いてね。ちょっとね、敵は弱いの。最初の方って敵は弱いのよ。まあ同じ勝利数の人とマッチングするから、最初の方ね、敵は弱いんですけど、味方もなんよな、実は。味方もまあ事故がおる。で、事故がね、例えば敵にエドガーがいたりとか、なんかもう単純にそのタラに吸われたりしてエメを取られたら負けるんよね。で、俺がさ、ミッド行きたいんやけど、味方がね、サイド行ってくれないと勝てないのよね。まずいね、ちょっと。まあまあ、このホットゾーンはね、まあ、片方をもうずっと取り続けてたら勝てるんですよ。なんで、まあ味方がどんだけもう片サイドを取れなかったとて、俺がね、こっちサイドを一生守りの敵に一歩も踏みつけさせんかったら勝てるんで、まあ、これはね、なんとかなるんですよね。もう実況するまでもなくね、これは。まあ、ダイナマイクと、まあ、エドガーなんで、じゃエドガーじゃなくてエムズなんで、まあ、これは、まあ、モーティスが暴れ散らかしたらいいだけなんで。で、こっちは、まあまあ、ちょっと強い。まあ、イブ結構強いんで、イブ玄関、待って！左サイド？モティス？オッケー、モティスいけてるね。ああ、いい、いい、いい。で、これ隠れての、で、これ、不意打ちからの、オッケー、オッケー、オッケー。まあまあ、これしたらね、さすがに、なんか左サイド負けてるんやけど、どういうこと？ああ、なるほど。オッケー、オッケー、オッケー。まあ、ギリギリ。で、これ、壁壊してあげたら、まあ、モーティスがね、活躍しやすくなるんじゃないかな。まあ、一応倒しといてあげて。で、このね、イブが一生強い。イブ玄関今日えげつなく強くて、コルトじゃね、正直なところ太刀打ちできないんですよね。敵めちゃくちゃ弾太いのに、こっち細いから。で、当て続けないといけないの。左サイド大丈夫か？左モーティス、モーティス頑張ってくれ、頑張ってくれ。よし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 、よくやった、よくやった、だいぶよくやった。まあ、あとは、まあ、こっちサイド踏むだけなんで、まあ、もう片方のサイドをいくら踏まれたとて、まあ、こっちミスった、ごめんなさい。こっち一生踏み続けてたら、まあ、緊張してる、正直。ヤピさんと普通に大会出たいの、俺、久しぶりに。だから、今回マジで勝ちに行きたいわけ。だから、緊張して喋れない。あと2敗したら終わりなんですけど、プリモー。プリモー、なんでプリモが、なんでプリモがここにおる、なんでプリモがなんでここにいる。で、これザベスなんで、多分ガジェットがね、ホーミングの方なんで、一発食らったら絶対下がらないとガジェットで即死することがあるんで、まあ、絶対一発食らったら下がって、
終わった、すがすがしい、終わった。いや、ある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 ぞプリモ、お前全然ある。お前そのスタンプは期待できるね。あ、いいよけいいよけいいよけしてるね、すごい。で、まずはティックね。オッケー、まずティック、素晴らしい、全然弾が当たってない。あー、いいね、いいウルト。さあ、避けてくれ、よし、上上がれ、上が、あプリモまだある。で、あのちょっとザベスがね、ちょっとコルト振りすぎるんで、ちょこっち側行って、俺がこっち側で頑張って無双したら、まあ勝てるんじゃないかなと。あ、いい壁取りしてるね。エルプリモそこがいいのよ。で、これファングもね、ちょっとウルトを使って、まあ、ファングが結構一番相性いいと思うんで、まあ、この試合はね、ちょっとファングに頑張ってもらいたいなと思いつつ、俺がちょっとこのブロックと、なんで、ごめん、ヤミさん。無理な気がしてきた。一緒に大会に出るっていうあの夢、ちょっと叶わないかもしれない。でも、今回はね、さすがに相性が良すぎる。まあ、ブロック、ティック、サポテンってことで、まあ、コルトでもね、全然処理できる。さっきはね、ザベスがいたんで、ザベスだけがね、結構コルトを振りすぎたんですけど、まあ、ブロックには射程勝ちしてるし、で、ティックはまあ、弾を避けたりだけなんで、で、スパイクもね、別に、いきなり火力、まあ、めちゃくちゃ短時間で火力出るかって言われたら、別に弾当たらなかったらね、そんなにダメージ食らわないんで、サボテンのトゲだけ気をつけたら勝てる。あ、全然勝てる。こっからなんよ、乗ってきたね。ガン乗ってきました。だいぶ乗ってきました。で、これ、ここ壊しといて、で、ティックに追い詰められた時も、殺されないようにして、で、これ、ウルト。おし。めっちゃいい。だいぶ、あ、盛り上がってきたね。盛り上がってきました。だいぶ、ようやくコルト使いにも、慣れてきた様子。ちょっと一旦落ち着いて、これ絶対死んじゃいけない。時間は有限じゃない、いくらでもある。落ち着いていけばいける。うわ、スプラウトありやね。まあ、スプラウトと、ミスターピーってことで、まあ、あのエドガが刺さってますと。で、イブだけがちょっと怖い。イブだけね、マジで強いんで、で、味方のダイナミ、まあ、これ壁壊しといて、このスプラウトで壁張られても大丈夫なようにしておきたい。エドガさっき飛んだけど、まあ生還、もう生きてるだけで幸せ。あー、今ちょっとミスターピー倒したかった。で、これちょっと当てて、いや、あいつを回復させる前に倒しておきたいが、しかしさすがに無理か。いやー、まあ落ち着いていきましょう。もうダイナマイク、そっちのガジェット使ってるやつおる、まだおった。この世界でまだそのガジェット使ってるやつおる。そろそろ気づけ、それは弱い。さあ、いやー、エドが死んじゃったが、しかしまあ勝てる。いや、これマジで PS あったら勝てるんで、これ当てて、オッケーオッケー。まあ、ちょっとずつダメージ消す。これ生成されたらやばい。あ、性能が違いすぎる。俺はあんなに頑張って弾をプツプツ当てて回復させないようにしてたんやけど、あいつ射程も長いし、弾も太いし、ダメージもめっちゃ出るし、やばい、まずい。これ負けたら終わり。肝に銘じろ、ガン。よし、飛んだ、エドが飛んだ、死んだ、終わった終わった、エドが飛んだ、死んだ、終わったやん。俺多分今イブに勝てるほどの PS はさすがに持ってない。やばい、そこの壁は、おい、しかも飛べるやんけこいつ、基本性能が違いすぎる。ヤミさん、また来月大会出ましょう。